和服美人といえば、私なら真っ先に狩野亜希子さんを思い出します。とにかく大和なでしこを地で行く優雅な佇まいで世の男性をことごとく虜にしました。しかしある時からぱったりと見かけなくなったのですが、一体何があったのか気になったので調べてみました。狩野亜希子さん、すでに63歳になられています。出身は北海道函館市。あまりには層が似合うのでそうは思えませんが、中学高校時代は陸上女子80メートルハードルで北海道記録をマークしたほどのスポーツウーマン。人は見かけによらないものですね。しかも同方学園短期大学音楽科を卒業されていて、ですからそのまま歌手になる道を選んだようです。実際歌手として数枚のシングルとアルバムをリリースしていらっしゃいます。ですが当時40年以上前の時代ですから、デビュー時はピンクレティーや郷ひろみさんなどのスター歌手のバックコーラスで下積み時代を過ごされたようです。意外なスタートを切られていたのですね。ではなぜ狩野亜希子さんは女優へ転身したのでしょうか。それは他でもないあの大スターが関係していたからだとか。その人とは郷ひろみさんです。それもひょんなことがきっかけだったといいます。それは寺内貫太郎一家、時間ですよなどテレビ史に残る数多くの名ドラマを制作した日本を代表する演出家の故久世光彦さんがある作品に登場する和服の似合う美人を探していた際に声をかけられた郷ひろみさんがぴったりの女性だと狩野亜希子さんを久世光彦さんに紹介したことがきっかけだったのです。そして出演したドラマが1980年「源氏物語」でした。役どころは沢田研二さんが光源氏で、当時容姿知性性格の三拍子揃った最高級の女性と評判だった紫の上役が狩野亜希子さんでした。まさに郷さんの見立て通りに見事に演じきられ、以降女優としての道を突き進むことになったのです。しかも見た目のしっとりした和テイストからは想像もできないほどの幅広い役をこなされていました。当時の人気時代劇ドラマの江戸を切る六、水戸黄門、新必殺仕事人にも出演していましたし、それ以外では女七人集まれば次男次女一人っ子物語などでも活躍した狩野亜希子さんですが、他に驚くような役柄もこなしていたのです。それはなんと戦隊ヒーローものドラマに数多く出演していたのです。宇宙刑事ギャバン、宇宙刑事シャルバンと連続でミミィという役で出演されています。そしてなんといっても世の男性たちを虜にしたのが日本酒木桜の CM ですよね。あの CM が流れている間は全国のお父さんたちの動きが一斉に止まったとも言われるほどでした。ドラマに CM にバラエティ2カ所にと活躍され、なんとヌード写真集も2度にわたって出されています。そのいずれもが女性からも評価が高かったそうです。まさに今で言うマルチタレントとして活躍されていた狩野亜希子さん、それは仕事だけでなく恋多き女優と言われるほどモテ女だったことも有名で、最初のヌード写真集が出た頃には元広島カープのスター選手高橋義彦さんと交際されていたのは有名でした。しかし狩野さんが結婚されたのは高橋さんではなかったのです。まだまだ絶頂期の中、狩野亜希子さんが結婚された相手とはライブハウス経営の実業家の白浜正明さん。2人は狩野亜希子さんのデビュー以前からの付き合いでしたが、当初は白浜正明さんが
加納は俺の妹分と言っていました。ところが1986年秋に白浜正明さんが、お互い40歳と30歳、今年縁談がなければ結婚しようかと何気なく言ったことがきっかけで、結婚に大きく前進することになります。婚約会見で加納明子さんは、お互い色がつきすぎていたので白になりたいとコメントしています。1987年の結婚披露宴は700人もの招待客がいたそう。しかしその3年後には離婚しています。離婚に際しての2人の言葉にはかなり温度差がありました。白浜正明さんは、自由奔放に生きてきた僕にとって彼女の束縛はしんどかったと。一方の加納明子さんは、2人の時間が持てなかったと語っています。加納さんは朝方、白浜さんは夜方の仕事で、すれ違いが多かったことも原因だと言われています。弱り目にたたり目というのでしょうか。同年、加納明子さんは体調不良のため病院で受診したところ、関節リウマチと診断されてしまいます。免疫異常で関節が炎症を起こして軟骨や骨が破壊されていく難病です。実はその病気に、それ以降7年にわたって苦しめ続けられることになるのです。これだけの人気女優さんですから、仕事も途切れることがありません。私生活での不調や仕事でのストレスが免疫力を低下させたことも大きかったでしょう。舞台などで忙しかった彼女は、専門の病院で見てもらうこともなく、鎮痛剤の点滴を打ちながらも激痛に耐えて懸命に舞台に出続けたのです。そこにまたしても不運な出来事が彼女を襲うことに。1993年に父親が脳梗塞と心筋梗塞で入院。それから3年間、父親が息を引き取るまで、加納明子さんは看病のために激痛に耐えながら仕事場と病院だけを行き来する毎日が続きます。医師からは再三にわたって、女優はやめられないですかと言われていたそうです。結局父親が亡くなり、時を同じくして加納さんのリュウマチの病状は急速に悪化して、ついに1997年に休業を決断せざるを得なくなります。すでに病状のひどさはとんでもないレベルで、寝たきりで朝ベッドから起き上がるのに30分かかり、しかも痛みは24時間襲ってくるので眠ることができなかったみたいです。鎮痛剤を飲み 4,5 時間痛みから解放され眠る。それ以外はほぼ寝たきりだったそうです。それでも諦めずに根気よく治療に専念して、少しずつ痛みの和らげ方や自分の体と対話する方法、家族との距離の取り方も覚えることができるようになり、その甲斐あってリウマチの症状は徐々に緩和されていったのだとか。病は気からとはよく言ったものです。そしてついに、完治ではありませんが、2000年には芸能活動の再開にこぎつけることができたのだとか。2000年にはナレーション中心に復帰し、現在自らの闘病経験をもとに、健康をテーマにしたテレビラジオのトーク番組出演や講演活動を行っています。お写真で拝見する限りでは少しお痩せになったようですが、それでも品のいい美しさは以前のままですね。加納明子さん、結婚はもうしない。自分の体のことでいっぱいいっぱい、今はそう思っているとか。それにしても1997年からの空白の3年間、とんでもない苦しみを味わってきたのですね。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？私は加納明子さん、芸能生活でもあらゆる経験をしてきて、それ以上に彼女の私生活は
ドラマよりも壮絶で波乱万丈だったのだなと驚いたのが正直なところです。これからはゆっくりとこれまでの経験を生かして加納さんにしかできないことをやっていってほしいと思います。いつまでも応援しています。それではまた次回お会いしましょう。